痩せました。こんばんは、ワイン官僚ひろきです。本日はダイエット企画をお送りします。前回の動画では、月に1回ぐらい更新したいなというふうに言っていたんですけれども、だいぶ遅くなってしまいました。その理由は、後々わかるんですけれども、ここまでの経緯をですね、振り返っていきたいと思います。6月から始めて7、8、9ともすでに10月に入ってしまっているところなんですけれども、最初 73.9kg だったのが、今は 69.3kg となっております。痩せました。顔もね、あんま変わってないですかね、顔はね。お腹なんかちょっと引っ込んでベルトの穴が1個か2個ぐらい減った感じなんですけども、その間一体どうやって暮らしていたのか、どんな方法が効果があったのか、うまくいかなかったのかとっていうところですね、ぼちぼち何回かに分けて、説明していきたいと思います。よろしくお願いします。6月から始めまして、ね、まずダイエットを始めるにあたってですね、2点、気をつけたことがありました。まずは、お医者さんからもですね、その体重を落とした後でもまだまだ健康のために続けていかなければいけないことなんだから、楽しんで長く続けられることを見つけなさいというふうに言われました。で、もう1点気をつけていることはですね、ダイエットをしたがためにですね、健康を害さないこと。私こういう官僚という立場で頭をフル回転させる仕事ですし、時にはもう社内を走り回ったりもするので、体力も精神力も保っていかなければいけなくてですね、現実的な話で、あまりにもその糖質を減らしすぎてですね、頭にエネルギーがいかないっていう風になるとですね、もう生活すらできなくなってしまいますので、その点だけはしっかり守っていこうという風に思いました。そしたらですね、少しずつ自分がダイエットで試したことを紹介していきたいと思います。7月からいろいろ試して、ちょっと苦しかったのがジュースですね、清涼飲料水をあまり飲まないと、なるべくお茶にする、水にするというところなんですけれども、私大のコーラ好きだったんですね。でも夏になると1日 500ml ぐらいは飲むんですけれども、コーラに限らず清涼飲料水というものはなかなか糖分が入っているということを聞いたことあると思うんですけれども、ブドウ糖果糖液糖ってご存知ですか？もう早口言葉みたいなんですけど、ブドウ糖と果糖、その液の糖ってことですね。文字通りブドウ糖と果糖がくっついたものなんですけれども、ややこしくてですね、ブドウ糖と果糖のブドウ糖の方が多ければブドウ糖果糖液糖って言っていて、でも果糖とブドウ糖の果糖の方が多い場合は果糖ブドウ糖液糖っていう、なんかちょっと順番が変わるっていう、ここら辺が、ややこしいところなんですけど、こういうの清涼飲料水に主に使われていてですね、甘みが強くて、しかも爽やかな感じがするというところで、ジュースだけじゃなくてですね、いろんな料理にも使われていてですね、このブドウ糖と果糖って何なのかと、私獣医師なので生物の授業を高校の時に習っていて、体の中で、エネルギーになるもので、サイトによってはですね、ブドウ糖は摂りすぎると脂肪になったりするから、果糖を摂れとか、果糖を摂った方がダイエットにいいんだっていう説もあったんですけども、ちょっと調べてみるとそうは言い切れなくて、というのもブドウ糖、果糖とどういう風な特徴があるかと言いますと、ブドウ糖は例えばご飯とか澱粉質なものを食べて、それが消化管の中で分解されていて、最終的にブドウ糖がいっぱいできるんですね。ブドウ糖が小腸で吸収されると血管の中に入ってきます。血液の中ですね、血液の中に入っていく、それの濃度のことを血糖値って言ったりするんですけども、その血液濃度が上がっていくと膵臓っていう臓器からインスリンというホルモンが出ます。ランゲルハンス糖のベータ細胞ってところから出てくるんですけども、そのホルモンがその血中濃度を下げる働きをします。下げるって言っても、そのブドウ糖を抹殺するとか分解するとかって意味じゃなくて、筋肉とか脂肪組織に同化させていきます。いわゆる蓄えていくっていう言い方になります。これをインスリン同化作用って言ってます。一方で血中濃度が上がっていくと、満腹中枢、脳がこれ血中濃度上がっとるなっていうことで、それをもう食べないでいいよって信号を出したりするんですね。で、そういう働きがあるので、ある程度ブドウ糖って摂りすぎるとブレーキがかかるんですけれども、果糖の場合ちょっと違くてですね、同じようにエネルギーになるんですけれども、果糖の場合小腸で吸収されると門脈っていう血管を通ってですね、肝臓に運ばれるんですね。で、肝臓でエネルギーにもちろんなるんですけども、それが過剰になってくると果糖の一部が中性脂肪に変わる、脂肪に変わっていくんですね。で、肝臓に脂肪が溜まっていくと、これあんまり良くない状態ですよね。だけど果糖がいくら血中濃度上がっても、インスリンは果糖には作用しないんですね。果糖に作用しないから、果糖がいくら上がっても果糖が下がることもない、どん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 中性脂肪になってしまうと。で、満腹中枢も働かないので、果糖をつい食べ過ぎてブレーキがかからないと。
だから果物ばっかり食べてて、果物美味しいなってどんどん食べてると、どん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 溜まっていくと、そうなるとどんどん脂肪が作られるという意味で、果糖はちょっと取りすぎても良くないなというものなんですね。で、そこに現れるのがさっき言ったブドウ糖、果糖糖、ブドウ糖、果糖液糖ですね。あれもブドウ糖と果糖が両方入っていて、エネルギーが蓄えられてですね、過剰になりやすいんで、かつ清涼飲料水にも使われているように、かなりすっきりした飲みやすさ、爽やかさを売りにしているので、飲みすぎてしまうと、そうなるとエネルギーを取りすぎてしまう、脂肪をつけすぎてしまうというところで、ガブ飲みすると、太りやすくなるという仕組みがあります。というところで、私は今までコーラとかジュースとか結構多めに飲んでいたので、そこら辺をまあお茶に変えるなり水に変えるなり、またはそうやってジュースを飲まないってなるとストレスがかかって良くないので、ジュース飲むなら少しずつ、いっぺんに飲まないで、ガブ飲みしないで、ちょっとずつ 100ml とかたしなむ程度に飲むっていう風に工夫していくようにしました。まだまだお伝えしたいこといっぱいあるんですけども、本日は一旦これまでということで、次回以降ですね、他の栄養に関すること、運動に関すること、メンタルに関することなどですね、いろいろ紹介していきたいと思います。それでは今日はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。